小文書作成に真子様も関与かはい、カバージェ袋カッパ園長です。なんかね、あの、小室圭さんが公開したあの20ページ以上、28ページ ?24 枚でしたっけなんかね、 あの、すごいボリューム、28枚でしたっけね。なんか文書公開しましたよね。なんかその文書作成に、この真子様も、なんか積極的に関与していたとかしていないとか、なんかそんな話があったんでね、ちょっと見ていきましょうかね。えー、小室計算文書。えー、弁護士の人が、まあこれを見てね、評価して、えー、まあその弁護士の先生曰わく、 法律家のね、各、えー、文書に似せようと、背伸びしているんじゃないかみたいな。<laughs> なんか、あの、プロに笑われちゃったっぽい感じに書かれてますけど。<laughs> で、どうやら眞子さまも関与してたんじゃないのかなっていう、そういうことらしいです。えっ、ー、と、この青年は、ま、もはや、えー、勘違いの渦に首まで使ってるようであると。まあ、随分厳しい語り口ですね。 一連の金銭トラブルに関し、秋篠宮家の長女真子様と手を携えて反論文を仕立て上げた小室圭さんは、あ一辺、解決金にも言及が、そんな横髪破りで多くの人が納得するはずもないのだ、っていうんですよね。えー、ゆずむげとは聞こえがいいが、つまり無節操で、まずは改めて小室文章を紐解いてみましょう、的な。 うん秋篠宮様からそれぞれの対応という4年越しの宿題を出されていた小室さんが4月4日あ8日、4年分の <laughs> なんか大学の卒論みたいな扱い。あそれでこのボリュームだったのかな <laughs> あでも卒論で28枚だったら普通か、むしろ足らないぐらいじゃないですか <laughs> そんなことないのかな、うん、まあ、卒論にも相当するようなね、この九段の文章を公表したと。 で母親の佳代さんが抱える金銭トラブルの経緯についてとうとうと持論を展開していた文書の内訳は概要4枚本編11枚さらにその注釈が13枚という構成だったそうで, <laughs> で冒頭で、えー「概要はあくまで、えー、本文書への導入となる案内のようなものに過ぎないもの」と捉え本文と客中合わせてすべてお読みいただきますようお願い申し上げます とご丁寧に読者への呼びかけも忘れていない。<laughs> で、宮内庁担当者が言ってるんですけど、担当記者か。うん、で、えー、母親の佳代さんとかつての婚約者との間に生じた400万円を超す金銭トラブルについて、えー、文書では順を追って細かく説明していますが、一貫してこちらに非はないという論調。 お相手の元婚約者やその窓口,となった記者ん窓口となった記者への攻撃的な物言いが目立つ、えー、公表された8日ちょうど宮内庁の西村長官の会見があったあ既に目を通していた長官はトラブルの事実関係や双方の話し合いの経緯について理解はできたと評していたが長官としてはああいうしかありません、えー、昨年末説明責任を果たすべき方が果たすことが重要と苦言を呈した手前小室さんがゼロ回答ではあ役所の公 保険に関わるからです。ただしそれはひとまず返事をよこせ、えー、よこしたことへのねぎらいに過ぎない、えー、会見で、えー、長官はあ文書の受け止め方は国民の皆様が判断されることとも話している町、えー、内でも、えー、これが秋篠宮さのおっしゃる相応の対応を満たすものだという声は全くありませんと 何より長らくご迷惑をおかけしている秋篠宮さまご夫妻に対する感謝やお詫びの気持ちは、みじんも記されておらず、理詰めで正当性を主張するその、まあ、論調というか、えー、書きっぷりっていうんですかね、論文のようだとも指摘された。 が、ニューヨーク州弁護士で、新州大学特任准教授の山口氏は、法律家の文章に似せようとする背伸び感の分、荒さが目立つと。<laughs> まあ、プロが見ればもういろいろこうね、目立つらしいですね。ちょっと僕にはよくわかんなかったんですけども、まあ、何より一般的な認識とのズレが痛々しく感じられました。ああ、これは結構いろんなところでいろんな人がもう言ってましたよね。テレビとかでもなんかそう、なんかぶった切られてましたよね。そういえば。 日本でもアメリカでも、一流の弁護士というのは法的な落としどころを踏まえて、人の心がどう動くのかという部分に敏感でなければなりません。法律論を述べる小室さんの文章で決定的なのは私たちのコミュニティが共有している法律以前の価値観とのズレですと。 多くの人は問題が生じた際法律論に進む前コミュニティの価値観での解決を望みますところが小室さんは法律家の卵としての背伸び感からか最初から法的な解決を目指して問題をエスカレートさせてしまったたとえ法的には借金ではなくても恩義を受けたという意味での借りだとは考えられなかったのでしょう確かにね で、えー、恩人に借りがあれば返すべきだという価値観は広く根付いているところ、えー、そうした理解が小室さんにないため、えー、今回の文書が出てきたのでしょう。えー、28枚の、えー、書面では自分の正しさの証明に躍起になっていますが、えー、私たちはま子さまのお相手の正しさではなく優しさを見極めたいわけで、そこでもずれているのですって言われちゃってるんですよね。なるほどね。 これ、眞子さんもなんか積極関与、ね、なんかそんなこと書かれてましたけど、それ本当なんですかね、もし仮に本当だとして、ね、これを1人ではなく、お2人の共同作業でっていうことだったら、<laughs> 普通に怖くないですか、ねれわ、えー、一般日本国民、えー、に対して、信頼とかではなく、恐怖を植え付けてどうするんでしょうっていう話ですよね。うん 確か小室圭さんってこの文書の中で、なんか切,切実に名誉の問題、そんな風に訴えてましたよね。で、実際にはその後、えー、2、3日、3日も経ってないですかね、何日か後に、なんか解決金、ね、お金で解決、ね、やぶさかで内的な、なんかそんなことを言,言い出してましたよね。うん。名誉の、切実に名誉の問題、ね、という割には、え でも実際にはその程度の名誉でしかなかったんじゃないんですかって言われても仕方がないですよね。うん。だから結局今やむしろこの元婚約者の方にとってこそ切実に名誉の問題だったが正解なんじゃないんでしょうかね。うん。まあなんかね、うん、まあ僕もなんかね、最初から最後まで全部チェックしたわけじゃないんですけども、長々と書かれたまああまりこの中だってね、 プロのね、弁護士の方から言う、ね、言わせれば、なんかいちいち荒が目立つみたいなこと言われてたんで、そう中身がこういい,いい、そういう内容ではなかったわけでしょね、そんな文章を作成している時点でね、なんだろうな、仮にね、わかんないですよ。今後仮にね、なんか司法試験を受けて弁護士になれたとしても、 どうでしょう弁護士として活躍できそうですか <laughs> それはまた違う問題だって言われればそうかもしれないですけど、なんとなく想像つくと思うんですけどもね。うん。あと、そもそもがこの一般人のこの金銭問題に、ね、皇族の人にね、関わってほしくなくないですか一日本国国民として。ね 関わってる時点で、要はその皇族、皇室のね、品位に関わってるじゃないですか、要は上げてるならまだしも、下げてますよね、これはね、この婚姻がそもそもこの皇室、日本の皇室にとって、プラスになる,なるんでしょうか、マイナスになるんでしょうかって考えたら、もう答えは出てると思うんですけどもね。うん なんというかそのね、国民に寄り添い、そのなんか幸せ、安寧を願うはずの。だって天皇陛下は常にそうおっしゃってきましたよね。うん。代々日本の天皇陛下はみんなそれを口にしてませんでした。で、実際行動に移してこられた。みんなね、みんなって言ったらちょっと失礼ですけども。 歴代天皇陛下、ね、少なくとも僕が知る限りは、ね、天皇陛下、皇后陛下って、そういう存在でしたよね。存在であり続けてくださったわけでしょうん。いや、これは別に天皇陛下、皇后陛下だけじゃなく、皇室の方々、皇族である以上、誰もがそうであったと思うんですが、いや、おかしいな。なんかそういうふうには見えないんですよね。うん。 で、まあ、眞子さまがね、この小室圭さんと一緒になってね、ね一般の人を相手に、なんだろうな、むしろこの心配をかけた、心配をかけたどころかなんか <laughs>、恐怖と圧力をかけたみたいな、ねそっちの方がなんか近いですよね。で、っていう事実は結構重いんじゃないかなって思うんですよね。うん。じゃ仮に、仮にですよ。 まあ、眞子様がね、えー、小室圭さんのこの対応は自分が主導したと伝えることで、ね、国民が納得すると考えているとするならば、それこそね、なんか上から目線で、ね、それほどの、なんだろう、この偏ったというか、ね、なんか履き違えたというか、そういう考えこそが、仮にですよ、もしそうだとしたらですよ、ね、皇族としてあるまじきことなんじゃないんですかね。うーん まあ、このね、なんだろう、プロの弁護士の人うん。この人もなんか、その人も言ってましたけども。なんだろう、借金にしろ、贈与にしろ、ね。えー、人様からね、えー、渡ってきた。要は自分でどうにかしたものではない。ね。人に助けてもらった。それでこう、手に入ったお金だったわけでしょうん。ろくに働きもしないで、録音までして。ね。もう素性がバレているのだから、何しても無理なんじゃないですかね。うん。 まあ結婚するならするでね、僕はあのさっきも言いましたけどね、えー、まあ、<laughs> どうぞ。ただし、うん、まあ、国民からの祝福というか、応援というか、うわあ、ちょっとね、取り付けることはもう諦めていただいた方がいいんじゃないでしょうかね。うん、辞退するっていう頭はないんですかね。うん、なさそうですけどね。まあ、 所詮、このマスコミ、ね、メディアが出す記事なんで、さっきの文春報も含めてね、うん。まあ話半分でね、まあ僕もう一個のチャンネルの方でもよく言ってますけどもね、うん、あのうまるっと鵜呑みにするつもりはないです。話半分だとしても、だとしてもですよ、今回のこの文書発表がもともと破談しかない話だったものの、まあ、ダメ押しになったことは間違いないんじゃないですかね。あれを見て、あなるほど、そうだったんだ、ね。 うん、じゃあお二人は是非みたいな、そういうふうに受け取った人っていますかね <laughs> そこですよね。結局見た人聞いた人がね、うん、国民がどう受け取るかっていうことを、もしね、ほんのわずかでも考えられていたら、ああいう内容になったかなって単純に疑問ですよね。 だもう結論はね、えー、出てるはずだし、出すべきだと思いますよ、うん。なんかもうこの議論がなんか不毛でね、うんまあ、こうやってチャンネルでね、動画でね、取り上げてね、うん、あのお送りしている僕が言うのも変な話ですけども、なんだろうな、時間とお金となんか一切合切の無駄遣いっていうふうには思わないんですかね、<laughs> 当事者の人たちは。うんね あとこうね、えー、実際にこの見聞きしている我々一般の日本国国民もね、うん、多分ですよ、もうこの話題は正直ね、全く興味がないのかね、ね単純に不愉快かのどっちかだと思うんですけどもね、うん、違ったらごめんなさいね、なんかそんな風に受け取れるんですよね、うん、ここまでごたごたしていいのかな。 の皇皇の方の婚姻関係でね普通は、普通はと言ったらちょっと失礼なんですけども、ね、おめでた、おめでとうございますっていうか、まあ、おめでたい食一職みたいなね、うん、そういうパターンしか僕知らないんで、うん、いやー <laughs>、これはもうね、うん、と思うんですけどね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。